どうもワニです。そしてこちらは俺が買い取った昆虫館なんですけども、ここにね結構ねまだ野草が生えてまして、この野草何なのかなと思ってよく見て分かんなかったんで、まあ、ツイッターで質問したら多分ハダイコンだろうっていうことなんで、ハダイコンといえばリクガメの餌になる野菜ですので、ちょっとこちらをね、ただ雑草を処理するために切っちゃうだけじゃもったいないんで、もう抜いて持ち帰って我が家のリクガメたちのご飯にします。確かにこれ抜いてみるとなんかちょっとね大根っぽいのが生えてるんですよね。本当にハダイコンなのかどうか分かんないけど、まあでも見た感じリクガメが食べれる系の葉っぱっぽいんで、いけると思います。ちょっと汚いなんか黄色くなっちゃってるやつだけはちょっと取り除いて、青々としたね新鮮な美味しそうなところを持ち帰ります。なんかねこの辺すげえたくさん生えてるんですよ。これでもちょっと多少はね買ったりしたんですけど、それでも全然たくさん生えてる。で結構なんか近くに住んでる友達の庭にも勝手に生えてくるらしくて、この辺なんかハダイコンが多い地域なんですかね。リクガメ買うのにぴったりな場所ですね。そこはちょっとここ買ってよかったかなと思います。クワとかも生えてるしね。あと今もう枯れちゃったけどノゲシとかも生えたりして、本当リクガメの餌には困んないかもしれない。はい、4束5束ぐらい抜いただけでもうこの45リットルの袋がいっぱいになっちゃいました。それでもまだまだ生えてます。12月今日27日なのにこんだけ青々とした野草が生えてるって本当ありがたいですよね。一年中餌に困らないかもしれないですねここだったら。じゃあこれをね持ち帰って我が家のリクガメたちに与えます。はい、じゃあ持って帰ってきたこのハダイコンと思われる野菜を適当に、まあ適当に切って、どうせあいつら茎はあんま食わんからな、こんなもんかな。これで、我が家のリクガメたちに与えましょう。タロイモ、はい、どうぞ。結構この草ね、昆虫館全体的に生えてるんですけども、まあ蛍光管とか電池が捨ててあったところは怖いんで、まあ、庭っていうかね、庭の一段下の駐車スペースのあたりに生えてる、まあ、綺麗そうなやつを積んできました。早速食べてますね。本当この野草何なんだろうな、ちょっと何の種類の野草なのか分からない人いたら教えてください。結構冬場でも生えててありがたいですね。この野草が何なのか分かればちょっと冬場の野草として増やしていきたいぐらいの野草ですね。昆虫館今後ね結構広い敷地がありますんで、他にもねたくさん餌になる野草とか野菜を植えて、もうリクガメの餌なんて買わなくても済むぐらいにしたいですね。まあ、でっかい桑の木とか、まあもう地面はクローバーだらけにして、あと小松菜とかチンゲン菜とかね育てやすい野菜をその辺でいっぱい育てていきたいなと思ってます。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また今後もねリクガメの野菜動画とか出していくと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。